こんばんは。こんばんは。大倉くんと高橋くんが。あれボリュームでかいな、なんか。めっちゃ響いた自分の声。調整してください。はい、すいません。大丈夫です。あ、大丈夫です。あれ、でかいの今日。あ、大丈夫です。すいません。スタジオがいつもとちょっと違うっていうので。そう、なんか勝手が変わってるのかもしれない、ね。なんで最近6階なの？いや、それなんかね、僕ら、あの、なんか4階が僕らが改装、改装してるんですよ。あー、なるほど。ええー。で、多分金、ま、僕らの金余ってんの、金余ってんの会社に。さすが違うもんな。ここに来て4回改装、そう、使わないといけないから、全部の回改装するんですか、この後。そういうわけでもないの、全スタジオきれいに、でもきれいにしていかないとね、キープできないからね。そうですよね、うん、そういう時期も必要なのかもしれないですよね。首都高もだってずっと直しながら直しながらって、もうずっとなんでしょう。あれはあれってそうだよね、必要だからやってんだよね、うん、東京の道って不思議だなと思うよね。なんであんなに工事すんの。まあ工事頑張られてる方は頑張っているからいいんだけどさ。いやで、そんあんだけさ車通ってさ、うん、大丈夫なのかなって思うやん、あ道。そうだから俺、あの高速道路が、あの上にある状態で、その下歩きたくないんですよ。なんか怖いじゃないですか。バターン来るかもしれない、ね、あの変な悪いイメージがあるから。だから絶対俺はあの下通るときダッシュするんですよ。避ける避けれるように、いつでもいつ何がそうどうなってもいいように、そうシュッていけるように、うん、だからあの、そのここやったら大丈夫かなっていうあたりまでダッシュするんですよ、うんうん。世紀末のなんかインデペンデンスデーみたいなこと起こるかもしれないし、ね、もしかしたら、ね、急にドカーン来て何があるか分からない、何があるか分からないから、だから、うん、そう、あのリスクヘッジして生きてるんですけど、僕基本的には危機回避をしながら、ね、そういうとなんかかっこよく聞こえるけど、まあ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 、でもね、ビビリ回避してもらわないと、それはお母さんの体大事だから。でこの間テレビで見てたら、ええ、やっぱりこう前のオリンピックの時に作られて、うん、っていうか、まあ、あの整備されて、はい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 、道も増えて、でなってるんですけど、そっからずっと直しながら、うん、直しながらっていう、メンテナンスしながらじゃないと、うんうん、やっぱあんだけ重いね車が走ると大変なんでしょうね。何の話これ。俺でもなんか田舎者で知らなかった。なんかなんであんなに工事しなきゃいけないのかって逆に思っちゃってる人でした。ああでも道路とかはさ、そう予算なんじゃないの、予算調整なんじゃないのあれ。あ、やっぱそういうの言う人いるじゃん。それマジなのあれって。知らない俺。3月そうそうそう、年度末とかさ、ね、年末の12月とかさ、なんかやたらなんか掘って、埋めてる感じ。そうそうそう。で、まあでも大事なんね、もちろん必要な工事なんでしょうけど。あんなにもしなくていいよね。こう、渋滞起きるしさ。そう。うん、案内する人いるじゃん。交差点とかで、うん。はいはいはい。いつもだったら渡れる横断歩道を、うん、なんかこう、もう全部仕切って、こっちの道歩いてくださいみたいに。はいはいはい。コーンとかで、なんていう、パーテーション敷いている人のさ。うん。パーテーションの置き方と、うん、なんか案内人の、うん、なんか振り方で、俺違う方に歩いていきそうになって、うん、邪魔だって顔されたのよ。いや、俺が歩いてる道、いつも歩いてる道を邪魔しておいてね。怒りが溜まってますね。なんで裸で邪魔だって思われなきゃいけないんだろう。今週も溜まっとるな。いや、そう、一生懸命働かれてる方ですから。働かれてる。僕は何も否定してないですね。うん、心の声だ。そう、あと、再開発しすぎじゃない？渋谷駅で。海もいろいろさ、そうだね。そこら中で。うん。思うよ。だからもう止まることができないんでしょうね。うん、もう企業はそういうことなんですか。でマンションもうどんどん建つじゃないですか、うん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 、であれはもうここら辺で一家なんてできないんですよね、きっと。ああもう建て続けなきゃ。なんか機嫌いい時があったのかな、作っちゃおうぜみたいなテンションが何年か前にあってイエーイっていうのが今も続いてる途中ってこと。いやなんかね、うん、作り続けて、うん、景気がいい悪いじゃなくて、うん、その関係なく売らなきゃいけないみたいな。なんか怖くない？でもそれって、うん、そうなってくると。そう。だって今の現状を、うん、見通してない可能性もあるってことでしょ？もう始めちゃったからしょうがないよねってことでしょ？うん、だからもうずっとなんか建てなきゃいけないから、うん、だってそれじゃないともう売り上げがなくなっちゃうじゃない、うん、建設会社っていう、うん、マンションとかさ。そっか。ってなると、うん、こうそういうことですよ。日本放送の。日本放送、あ、それで俺今6階で喋ってくると。あ、そうそう。それで大倉さんのヘッドホンの音量でかかって巻き込まれてる。巻き込まれて俺らの耳をうるさくなっちゃうから。綺麗になるのはね、いいことですけど。いや、いいことだとは思いますけど。でもなんか懐かしさがなくなるじゃない。実家に帰った時のさ、ああ、ここここっていうのが。
そうね、開発されてちゃったら。で新しくなるとさ、うん、俺らがラジオやってたブースがさ、うん、あれこんなんやったっけみたいな、あ帰ってきた帰ってきたみたいなさ、あ何年後かにもしね、また僕ら二人で喋れるような機会を与えてもらえたらですよ、うん、そうあれみたいなことになってますよ。いる人も部屋も全然違ってるかもしれないね。そうよ、そしたらもう何も懐かしい話もできなくなっちゃうから。だってもう絶対みんな偉くなってるから。なんか着てる服とか変わってんのかな。現場の人はもうみんな管理職になっていくわけだからね、うん、ああいうなんかあのパンクメロコアバンドが好きそうな服装の金子くんも髪の色も今は何それ何高校生みたいな感じやろ。高校生みたいな感じ残ってるけれどもあの茶髪と金髪の間のあの色ってさ、すごいおらんかった高校時代とか。いたね。自分で染めてるんですか。で美容室で染めてるんですかね。金子さんは美容室で染めてるんだ。ひげ生やして、狙ってその感じなんだ、その黒と金髪の間。なんかちょっと落ちてきていい感じかなと思ってますですって、僕らの耳元に言って聞こえるように、うん、そうよね、うん、なんか結婚してなんか雰囲気変わられましたよね。なんかね、ひげもなんか蓄えられて落ち着きが出たのかな。なんかね、うん、守るものができたんですかね、心境の変化が、うん、あの髪の色はかっこいいのかなって思う人を最近俺すげえ思う。なんかわからないね、ギャルみたいな色してる、うん、でもああいう時代ありました、僕もああいう色にしてた時期。なんか金子さんのこと俺否定しないよ。俺があんまり髪染める人じゃないからさ、わからないっていうことだけで言うよ。その色正解って思う人いっぱいいない、街中に。そんなんいっぱいおるよ思ってる人いない。いや、おるおる。おしゃれってもはや何みたいに思う時ある、原宿歩いてて。あ、わかる、うん、まあ個性的だからね、みんなね、個性ね、個性、個性、個性という言葉ですごいみんなオッケーになる。うん、うん、なあの髪の色でこの人と友達になられへんなって人おるよな。寝ちゃった。一発目の見た目で、うん、この人無理やなっていう色の人おるよな。俺もうそれは結構あるかもしれない。うん、髪の色もそうだし、うん、いや怖いもん。そう、メッセージ性が多すぎて。うん、この人のそのなんか染めた理由とかの話まで聞き入る器が僕にはないって自信なくして離れる。そうね。一歩後ずさりする。そうだから、うん、メンバーでもさ、ヤス、うん、が毛先だけ緑でさ、あで、あのサングラスでさ、うん、でピアスいっぱい大きいのつけてるやんか。うん、途中からなっていったから、うん、僕は変わらず仲良しですけど、ヤス、うん、と今あったら。うん、俺もしかしたら怖って思うかもしれない。でもそれは俺も思うかもしれない。人柄を知ってるからいいけど。うんうんうん。僕もそのギリギリああいう変化が起こる前の安田さんから。あ、知ってるもんね。仲良くさせていただいているので、ね、うん、なんかね、あの今の感じは、うん、でも絶妙だよね、安田さんとかは。うん、キャラクターがもともと喋ってもやっぱり面白いし、そうね。なんとなくそのそうしてることへのメッセージ性とかのこともありそうだけど。うん、なんか家の家具とかもめっちゃこだわってるって話もあったじゃないですか。だから世界観があるんだろうけど、うん、それもなんとなくポップに受け取れるパーソナリティがなんかありません、うん、あとその腰低いから。そうそう、あ、そうそう、それでかいよね。一発目の印象としてはめっちゃあの入り込みやすいですよね。腰低いって大事。大事よね。本当に思う。なんかさ、腰低い、まあ腰低いのと、うん、そのなんだ髪染めて、うん、おしゃれかどうか僕らが分かんなかったとする、うんうんうん、でちょっとでもそういうニュアンスを出そう思うなら、うん、何俺はこれで来てんのに、うんうん、何みたいな、地雷みたいになってる人いない、はい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 、自分のファッションについて触れてほしくないみたいな、うん、俺もこれだしってそれ、うん、自信ないんじゃんと思うんですよ。それでまあね、そう、自信ない裏返しですよね。裏返しで俺はその地雷踏んでドーンってなんかピッピリッと張り詰めた空気とかになるんですよ。やっぱピリッと張り詰める人はやっぱりあのその力を誇示しようとするからね。そう、もうあんま良くないよね。俺もう誇示してって言う、もうこの、うん、どうぞ俺別にあなたの地雷踏みに来たわけじゃないし、そうね、髪の色がどうこうって何でもいい、うん、じゃだからなんで染めたじゃあ、うん、ぐらいな感じそんなイライラするポイント自分に増やして、だからほんまにもうそのさ、あのもう悲観にさ、あの、トゲトゲがもう全身トゲトゲの服着てる人とか、あ、パン、まさにパンクの、そう、うん、だからその普通がどれかは分からないけれども、もし、ゆうくんが普通だとすると、はい、あのそれよりもハードになっていくほど、うんうん、頭下げなきゃいけないと思うよね。ああそうね、うん、あこっちはね、そうそうそう、で、うん、あのあれよ、ハードになってる方がよ、
ああ、その人が、うん、要は見た目をそうしているわけだから、そう。その分、そう。プラマイゼロにしないと。というか、あ、はい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 。それでチーズなんかやってたらさ、うん、もう怖いやん。ほんとそう。もう威嚇だもん。うんスタッツとかさ。そうそうそう。かっこいいと思うよ。まあ、いいんじゃないって。だって蹴られたら死ぬって思うよな。なんか硬いブーツ履くもん。そう。そんな人に蹴られたら痛いよ。あの人ら絶対やれよ。車に轢かれてマジ大丈夫やで、あれ。足だけは大丈夫なんじゃない？カッチカチやもん。カッチカチなやつ履いてるもん。うん、安全靴みたいな。膝にもスタッツついてたりするから、たまに。ギザギザ。あれこけたらどうすんやろと思うね。床に穴開くかね。うん、コンクリートいいな。床に穴開くかで、あの人に膝に穴開くんじゃないのでももうファッションもね、もうそんな言えないぐらいのこう、まあ、社会多様性っていうかさ、多様な社会になってきてるじゃないですか。いいんだと思うんですよ。うん、その自由ですよ。自由、ね。思うし、髪を染めるのもそのファッションやるのもいいけど、うん、でも小倉さんのおっしゃる通りで、うん、やっぱその、自分、自意識を表に表したというところで思考を止めちゃいけないと思いますね。そうね。モヒカンにします。うん、革ジャンでスタッツ付き着ますじゃん。うんうんうん、じゃらじゃらじゃらっと、ウォレットチェーン何本もつけて、うん、厚底ブーツ、厚底じゃねえか。なんでしょう。なんか、鉄入ってるみたいな。絶対あれ脱いでるじゃないと飛行機入れねえだろみたいな。あ、そうね。ブーツ履いて、うん、そして体中に例えばなんかそのタトゥーを入れたりだとか、うん、はいはいはい、いいんですよ。いいのよ。いいんだけど、自由だからね。自由だから。うん、だから自由に生きててほしいっていうのが僕の願い。はいはいはい、それでもって、自分の撒いた種に縛られて地雷をたくさん用意して、うん、なんか、それは俺、ロックじゃねえと思うとか始まってさ、はいはいはい、知らねえよ。ロック。でも、ユウ君はあったやんか、ソフトモツカに色付け眼鏡、そうしょみたいな。それで、あの写真で公開してるんですか？あの写真で公開してるんですか？してないな。あれ見たいよね。あー、今のスマホ入ってっかな。ロックの高橋もあれ上げてもいいか。ロックだった頃。Ladies and gentlemen, オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。それでは今週もそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さてまして、こんばんは。5年前の番組スタート前のリハーサルの時までは、番組の進行役だったのに気づいたらクビになってた感じで、おいおい俺クビになったのかなそんな話はあったね、確かに。当初思い出して今タイトルコールしてみてんけどやったよね、これぐらいのテンションのやつだね、はい。そして5年前番組が始まった頃は毎週、自己啓発本を持ってきてた高橋です。あったよね。なんかだってさ、一番最初自己啓発本二人とも好きで読んでるみたいな感じ で、あ、それなんかこう何になりそうだねって言って、あったあった、生まれたのがなぜかイライラじゃんけん。ああ、イライラじゃんけんって最初からあったわけじゃなかったんだっけ。あかんよ、イライラしちゃってんねんから。俺ら全然啓発されちゃってないよね。そう、人間の浅ましさだばっかりは。いやー、ほんとね、心の声ばっかり漏れちゃう。ほんとですよ。気をつけようって思うけど、5年経ったら人って変わるよね。変わったのかな。変わったのか、もともとあったものが露呈されてきてるのか。いまだに読んでますけどね、そういうのは。あ、自己啓発本ね、うん、俺もたまに見ます。いいよね、読んでるのに、うん、まあ、読んだ時はちょっと元気になるよね。なる、うん、高橋くん。でもそういうことは一切喋ったことないよね。喋んないね。高橋くんと大倉くんの2人のラジオ。これはもう愛くるしいじゃないですか。いやいやいや、容姿とは裏腹に。まあね、ええ、うん、高橋くんとって入っちゃってるからね。もうね、気使って。あ、気使って言ってくれたのかな。いや、もうだから、うん、間違ってんねんけど、うん、まあ、まあ、メンバーやけど。なるほどね。うん、ゆうくんに。立ててくれてるわけ。っていうのが、無意識に出てますね。ああ、人柄だね。うん、それを容姿で目の前で歌ってくれたことも僕は覚えてるから。そうね。あ、それは、あれは何も怖いのないもん。怖いとは思わない。やつで、やっぱ変なやつやな。いや、愛され、みんな好きになると思うね。まあ、そうね。喋ったら、もちろんもう今も好きだと思うけど、喋ってもっと好きになってくもんね。いや、そうなのよ。友達多いしな、あいつ。ヤサ君友達多いよね。うん。大倉さん友達は増えてないんですか？増えるか。
最近はどう過ごされてるんですか、日々を。最近ですか。最近の日々どう過ごされてるんですか。最近はもうお仕事しかしてないです。だから。あ、そうですか。お仕事を忙しくして、家帰って、プシュッとして、お一人で気絶してる次第でございます。気絶するまでプシュッてするんですか。はい。それかもうずっと仕事してるかどっちかですね。あ、いや、もう自分にそれをもう課してるというか。もう課してますね。友達と遊ぶ時間とかはあんまり設けてはおらないという。友達がいないから友達と遊ぶ時間なんていらないんですよ。ゆうくんどうですか最近。僕もね、僕は割と今ずっとライブのためだけにルーティンワークしてきてたから。ああ、そうね。中止になってるな。止まってしまったから。そう、カンジネートもね、そう延期になっちゃったんですよ。うん、ね、あの発表がありましたよね。はい。はい、だから、はい。非常にかっこ悪いですが、うん、中止になった最初の4日間くらいは、うん、もう呆然としてました。いや、そうよね。本当に、その、あの、一番好きな場所を、うん、に行っちゃダメって言われたら、どうしていいんですかって感じで。そう、だから、もうずっと、うん、あの、ライブやってる時の、その、うん、まあ、週末やってて、うん、で、平日は、そのためにジム行ったりとか、うん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 、で、いろいろ整えたりしてて、うん、あ、やるもんなんやって思ってたから、うん、でも世の中が15日まで止まってるから、うん、どうなんだろうなと思って、うん、でもまあ中止じゃなく、あの、延期っていう形で、振り替え公演をやるんですけど、うん、でもね、この時に日にち合わせてくれてる子もいただろうし、予定がね、だからその日にもしかしたら来られないわってなってる人とかがいると非常に申し訳ないなと思いながら、うん、でもあのできるっていうことは良かったです、うん、あ、延期してね、はい、改めて、やれるということ、ね、そうなんですよね、うん、まあ、それもすごい、まあ、思うところはいろいろありますよね、そこに関しては。いろいろ考えていて、なんだろう、ここに関してはね、やっぱりどうしたって、今こうですっていう結論の出せるものでは決してないけれども、はい、なんか僕が今思ってることは、はい、あの、ステージに立つ側の人たちと、うん、あの、来ようとしてくれてる人たちの、うん、あの、悲しさとか寂しさみたいなものは、天秤にかけられない。うん、と思うんです。そうね。そう。でも、あの、おそらく、うん、同じ寂しさを今持ってるって思うと、うん、一個だけ、うん、ちょっと希望がある気がするというか。まあそうね。うん。だってやっぱやれないって、本当に最悪じゃないですか、気持ち的にも。最悪ですよね。最悪、本当にね、うん、あの、なんだろう、あの、僕もね、ツアーの中で、うん、あの、一回スタッフにね、うん、あの、柄にもなく声を荒げたんですよ。おあの、秋田 2days をやらせてもらった頃には、うんうん、あの、長野と静岡を中止することは決定していたんですよ。うんうん、次の神奈川も、はいはいはい。で、それを知りながら、うん、秋田で 2days をやるという時のリハーサルの時に、うん、あの、僕はこのチームに恵まれています、うん。高橋チーム、みんなで決めたことだから、中止に関しても、うん、あの、もう、あの、あだこうだ言うのはやめるけれども、うん、あの、ただ、みんなでちゃんと正しく、悲しもうと。あ、あの、僕、仕事ってなるとさ、うん、例えば学校とかさ、うん、臨時で休みになったらラッキーとか思ったもんじゃないですか。そうね。そう。でも僕らがやらせてもらってる仕事っていうのは天職だから、うん、あの、自分たちの人生をかけて、あの、これが一番幸せと思ってやってた仕事、うん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 、お仕事だから、はい、あの、それは照明さんであり、PA さんであり、うん、みんなそのはずだから、うん、みんなでこれは、ちゃんと悲しんで、はいはいはい、ちゃんと悔しがって、うん、で、しっかり次のハングリー精神を持って次に向かおうと、うんうん、僕のチームの中で、うん、間違っても、ね、押し付けるようなことは普段は言いたくないけれども、うん、ああ、ツアー休みになったらラッキーとか思ってんじゃねえぞバカ野郎って叫んじゃったの俺。マジやばいよね。やばい。そう。サイコパスじゃないですか。言った後、ごめんなさいって言いましたけどね。それだけ思いがね。そうそうそう。思いが溢れちゃって、うん、本当に。そう。これは、あの、本当に、あの、辛い現実を今みんなで迎えていることに間違いはないから、うん、辛い気持ちでいることに何も、あ、恥ずかしさを感じる必要はないというか、うんうん、ただ、だからといって、敏感になりすぎて、うん、音楽を奏でようとする人たちに当たったりするのも僕はちょっと、なんだろう、どうかとは思ってるけれど、うんうん、正直。まあね、もうこればっかりはもう行き場のないね。ところだから、そうね。うん、まあみんなの安全がね、一番、もう、先週も言いましたけど、うん、なんか、
考えるべきとこなのかなっていうね、うんうん、もうなるべくもうこれ以上感染ねしないように、うん、そうね、僕らも行動しなきゃいけないだろうし、でね、一刻も早くその収束するというか、うん、このムードを変える何かが、うん、ないとね、ね、早くこう変わってほしいなというのはありつつも、そうですね、でも一刻も早く僕らは音楽とか、うん、そのなんだろう、あのみんなに会いたいという思いは、うん、あの今日本中のミュージシャンがそう思ってると、そうですね、思いますよ、うんうん、みんなそうだからね、今舞台も全部そうだし、そうそうそう、歌うな演奏するなって言われてるみたいじゃないですか、うん、そういうことではないはずなんですよ、そうね、うん、ただそれをする場所機会を設けることに今危険がはらんでるっていう状況になってるから、うん、まあ、うん、でも俺らはまだテレビがあったりラジオがあったりするから、そうね、うん、うん、まあもっと不安を煽るよりも楽しくお届けしましょう、うん、そうですね、うん、ちょっと真面目に話しちゃった、いやいや、うん、もちろん思いが溢れてる分にはねみんな、いや、お客さんも同じ気持ちやと思うからね、そうね、それ聞けて嬉しいと思いますよ、うん、ね、みんなオールナイトニッポンサタデースペシャル、家にいたりとかすると一人って思っちゃうかもしれないけど、一人じゃないよ、一人じゃないです。僕は中学生の時に大倉くんと高橋くんの第1回の放送を聞いて、つい先日高校を卒業しました。福山雅治さんの番組が終わって、次はどんな番組が始まるんだろうって思ってましたが、今や毎週月曜日には学校でラジオ好きの友達と大倉くんと高橋くんの話題で盛り上がっています。嬉しいね。番組が終わるとして、友達とこれまでの番組の思い出話に花が咲いたんですが、大倉くん、高橋くん、最後にお願いがあります。どうした？最終回までにぜひ電話にとしきさんを出してください。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。今のとしきじゃないの？いやいや、今のあきらって言ってたけどあれ？あと、そう、自作人してるわけじゃない。あ、本当に別人？なんか声も似てたから、紛らわしかったよね。うん。喋り出しでもう、としきだなと思ったら、アキラさん。いや、あ、そうか。ほんま？でも、年齢的にも、今高校卒業ってて、としきさんもうちょっと年。あ、そうね。うん、そうや、そうや。嬉しいとのと複雑な気持ちがあるよね。僕ら、まあ、でも僕ら二人にお願いされるのが、別の人出せっていう。まあね。で名物リスナーですから。名物リスナー、としき。高橋優の布教活動をしてくれている。出ないとおかしいからね。あ、としき？うん。おお、この流れはあれなんですか？としき、つなげるんですか今日？あ、つなげてないんだって。つなげるのかよ。喋んのかと思って今。さて、はい、はい。2015年の春から、毎週土曜日の夜、男二人が集まって、生放送で、友達んちでダベってるみたいにお送りしてきたこの番組。先週お知らせしたように、今回を含めて残り4回となってるんですけども、はい、番組終了にあたって、本当にたくさんメールをいただいてます。はい。ちょっと紹介しましょう。はい。神奈川県で聞いてくれてるささみ18歳。ささみ、私が大倉くんと高橋くんを聞き始めたのは、はい、ゆうくんの曲にハマったのがきっかけで、聞き始めた日はお二人がディレクター金子さんの結婚式に大量の猫を放とうとしていましたあったね、あったなので番組の第一印象は、いや、金子さんって誰です。あ、今日も話しちゃってるよね。あんこをさばこうとか言ってたでもずっと聞いていると予想の斜め上を行くお二人の話が面白くて、笑いが止まらなくて絶対来週も聞こうと思いました。それが去年の4月のことです。それから一回も聞き逃すことなく聞き続けました。少し年上のお兄さんたちと一緒にワイワイできるような場所がなくなってしまうのはやっぱりとても寂しいですが、うん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 、残りの放送も聞き逃しません、はい、まだもうちょっと一緒に遊ばせてください。もちろん、もちろん、そう思って、あの、遊ばせてくださいって嬉しい感想ですよね。うん。うん。なんか俺らの会話が、あの、遊んでるように聞こえたっていうのはね、ありがたい話じゃないですか。そうですよ。僕らはね、ある覚悟を持ってちゃんとこう、うん、真剣に話してるつもりではあったけれども。全然遊んでない。遊んでない、遊んでない。一切冗談も一回見てなかった、ね。ふざけようなんて言うけど、これっぽっちもないわけですから。マジで猫放とうとしてたんやから。ね、本当ですよ。うん、本当に、なんか、あんこをさばける。そうそうそう。どの事務所の力を借りればいいんだって話しましたよ。どっからそんだけの猫集めようか真剣に考えたもんね。考えましたよ。うん、だからまあちょっと実現できなくて寂しかったけれども。ちょっと残念でしたね。ね、うん、まあまたね、機会があれば。どっかの結婚式で猫放ちましょう。
そうですね。なんか海辺の町でやる話ありましたよね。そうですそうです。アンコの堤防じゃないと。堤防というかコンクリートじゃないとね、下が。コンクリートでね。で、流せないといけないから。え？流せないと水でね。血が飛び散るから。そうだ、そうだ、そうだ。近場、水場じゃないと。アンコをね、吊るさなあかんから。そうだね。ちょっと生々しい匂いするかもしれないけど。そう、だからそれをちょっと洗い流せる場所ってなると、もう、船着き場とか。そうですね。うん、しかないなっていう。ああ、船着き場での結婚式なんていいじゃないですか。そうなんですよ。あと、築地とかね。あ、築地ね、いいじゃないですか。いいですね。そこで、まさかのアンコウですからね。アンコウですから。いや、いい、いい。金子さんでは、まんまならなかったから。ね、そういう結婚式がやりたいっていう人がいれば。もう一回やってもいい、全然いいですけど、結婚式。もう一回結婚式。なんかほら、ちょっと遅れて披露宴とかやる人いるじゃないですか。結婚式はしたけど、ね、パーティーみたいなことは、なんか何年後かにする人もいるでしょ。奥さんの友達だけ読んでやろうよ。なんで奥さんの友達だっけ？え、メッセージをずっと聞くっていうだけ。あれスピーチ？スピーチ。友人代表スピーチ。2時間。投げ投げ一人ずつ。挨拶長いよね、そういう人ってね。2時間はないにしても10分でも長く感じるもんね。そうね。挨拶って。まあ。なあ、懐かしいですね、やっぱ振り返りになると。確かに、もっと読んでいきましょうか。全然忘れてたもんね、今の猫のくだりとかね。そう、めちゃくちゃなこと言ってるよ。さあ、愛知県西尾市で聞いてくれている福丸21歳。この5年間お二人とも音楽活動する、なんかでも忙しい。すいません。すいません。もう一回やりましょうか。ごめんなさい。この5年間お二人とも音楽活動などでお忙しい中、生放送にこだわって土曜日の夜にだべってくださったことにただただ感謝です。僕は3年ほど前に番組を聞き始めたため、はい、放送開始当初から聞いていればと悔やまれます。しかし初めてメールを送った時にスタッフの方から放送に出てほしいと採用の電話が来たことや、採用の電話が来たのにもかかわらず、生放送で DJ 忠義さんが盛り上がり電話がかかってこなかったなどは超いい思い出です。あ、いいこと言うキャラね。割とこれでも最近じゃない、このキャラ。最近やね。DJ 忠義さんソフトになるんですよね。ソフト。喉を守られる都合もあって、うっていう声じゃなくて、あーっていう感じの声になられて、そうそうそう。で、なんか、浮いた話し方、ね。浮いた話、なんかね、都内、どこも雪降ってないのに、どこ、なんか、八王子だけ雪降ってるとか、なんとかって。雪降ってて、そうそう。綺麗、綺麗だったの。で、僕はリスナーに対して嘘つきだという暴言を僕は吐いてしまったんですけども、ね。そうそうそう。そんなことなかった。嘘じゃないのかもしれないからね。そう、俺はもう全部信用してるからね。ね、一粒落ちただけでも降ったって言えるから。そう。降ったのかもしれない。リスナーと僕はやっぱ一心同体だからね。あれ DJ 正しさんですか。いや、これはね、今のはどっちなの。これネタがないから入っていけないパターン。ネタを募集してます。あとキャラも思い出しながら。思い出せない。全く思い出せないから。どんなんだっけと思う。なんかね、曲がすごいかかってたイメージはある。DJ 正しさん。なんか昼間の FM で喋ってそうな感じだった。そう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 。あ、バックナンバーめっちゃかかってたね。ヒロインや。ヒロインだったっけ。クリスマスソングか。あ、クリスマスソングか。クリスマスソング3回ぐらいかけなかったっけ。だって、雪が綺麗と笑うのはでしょ。いいで、そうね。それをかけて。ヒロイン。そこだけかけるっていうのはまだしも、ちゃんと曲かけたからね、3回。確かに。ちゃんとね。そんな八王子の方に聞いていただきたかったんでしょうね。雪降ってたかもしれないからね。そう、雪降ってたからね。ね。有楽町は全然晴れてましたけど、そこだけね。そうそうそう。局地的な。まあ、メール、もう一つ読みますか。はい。熊本県水俣市で聞いてくれてるペンネーム、高菜。このラジオが始まって5年前、当時高校生だった僕も去年から社会人になりました。おめでとう。僕は高橋さんと性格が似ているのか、ああ、わかると思う時が何回もあって、俺は勝手に親近感を持っていました。俺は大倉さんがドラムの話をされてる時は、僕もドラマーなので真剣に聞いていろいろと勉強させていただきました。近所のお兄ちゃんたちがだべってるようなお二人の話がたまらなく良くて、僕はこのラジオが大好きです。残りの放送も楽しみに仕事を頑張りたいと思います。ほら。大倉が薄めの話でしたね。いや、俺こういうメッセージ見てて思うわけ。俺リスナーにダメ出しをするつもりはないけれども、はい、お二人にちょうどよく3行ずつぐらいの同じ分量のやつとか書くと、魂胆バレるぞ。
どういうこと？どういうことですか？いや、まあ、これ今たまたまさ、この文章のやり方ってさ、はい、俺のこと先に書いてくれてる、はいはい、高橋さんの性格が似てるのか、うんうん、ああ、わかると思う時が、なんか待って勝手に親近感、うんうんうん。で、大倉さんがドラムの話をされてる時は、僕もドラマなので真剣に聞いていろいろ勉強する、うんうんうん。あたかもなんか僕ら二人とものことが大好きだよって言ってるような感じがするけど、うん、まあ大好きなんだろうし、うん、嬉しいけど、うんうんうん、なんか、あの、なんていうの、俺らにご機嫌を取ろうとしてる。いやいやいや、そんなことないやん。ちゃうやん、言うたら、ゆうくんの方が、こう、中身が濃い感じやん。考え方が、性格が似てるから、親近感湧くんでしょ？いや、俺ね、こういう書き方俺もするときあるから、結果論で言うと、うん、こいつと俺は気が合うと思う。ああ、結果ね。なんか、俺もそういうことするやつだから、うん、ちょっと、こういうことやって白状だって思われて、うん、多分友達なくしていくタイプなの、俺も。何を言うてんの友達なくさやの高田は別に。3人組ぐらいの人たちと仕事、例えばバンドメンバー3人組と仕事するとするじゃないですか。うん、で、なんかまた気さくな人たちでさ、うん、3人ともと番号交換とかして、うん、その日の現場を終えるじゃない、うん、そしたらその3人ともに今日はありがとうございましたっていうメールを送ったりするんですよ、僕は。緊張、ちょっとそこは人間関係の。そう、うん。で、でもその3人は今も一緒にいるかもしれないから、うん、誰かに長い文章を送って、うん、誰かに短い文章を送ったら、うん、誰かが寂しい気持ちになってしまうかもしれないけど、ね、でも俺が仲良くしたいのはドラムの人かもしれないわけよ。わかる。ややこしい。これなんかこれこそ誰か共感してくんないかな。俺がめんどくさいかな。そう、それで、うん、でも だからまずは3人に同じ分量の、うん、そして3人ともになんかちゃんとあのエピソードとして、うんうん、あの遜色ないものを送らなきゃって考えて、うん、めっちゃ悩んでちゃんと5行ぐらいずつで送ったりするんですよ。うんうんうん、うわ、やだ、俺今自分の一番嫌なとこ出したかも。なんで、全然いいじゃないですか。俺はもう、その前に連絡先交換しないから。だから、うん、そっちが正解から、それ人間関係それぞれだから、うん、番号から、でも大倉さんもする場合もあるじゃないですか。まあ、聞かれないと。あ、俺もそうだよ、でも。俺から、もう、何年も俺から番号交換しようなんても言ってないな。うん。言わない。この、バンド界隈の人たちって、うん、やっぱ気さくで、社交的な人多いんですよ。うん、はいはいはい。なんかね、あの、うん、お仕事の、あの、方たち、うん、あの、こう、仕事の連絡を、うん、こう、あの、やらなきゃいけない人たちとかっていう、うんうんうん、あの、関係者の方の番号とかは増えてますけど、うんうん、もうこれ以上俺、友達増えなくていいのよね。あ、それをもうこれ電波で言っちゃえるところがもうあれね。なんで割り切ってる、ね、今周りのにいる人だけでいいの。うん、今いる友達をもう最大限大事にすると。そう、もうこれ以上の余力を使って新しい友情を増やす必要はない。特にない。ないないね、うん、だってそこまで、うん、あのもう隙間がないです、うん、心の余裕もスケジュールも。そっか。さあ、だから飲みに行けないじゃない、みんなと均等にさ。うん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 、ってなると、うん、もう家族メンバー友達がもういてくれれば、うん、もうこれ以上増えると無理ってなるから、うん、だからあの人によっては聞かれても、うんうん、また次もし会ったらねとか。ああ、する。うん。おお、結構勇気のいる一言だったりしません？なんで？せっかく聞いてくれたのに。いや、もう次会ったらもうこれは続くんじゃないのかなって思うけど。ああ、ちょっとそのまあ仕事の関係だったり巡り合わせ的なことだったりで、そう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 、ま、会える人とはまた会えたりするというのもありますよね、うん、確かに。僕はもうね、いいんです。いや、でも、うん、やっぱ大倉さんの考え方って男らしいなって俺いつも思う。え、そう、うん、僕はこの高菜っていう彼と、うん、あのすごい通じるものがあると思ってて、うんうんうん、で結果どっかちょっとね、やっぱ気使ってるところが見えちゃう、うんうんうん。なるほどね。俺もリスナーのメールに対して俺、本当にこんなこと言うなってことなんだけど、結果俺、高田のことは分かった気でいるというか、うん、あの、こいつと俺は気が合うなって思った前提で喋ってるのね、うん。そう。なんだけど、だって俺こう書いたら俺今、大倉さん結果さ、自分の薄いやんって思ったでしょ、うん、そういう寂しさがバレちゃうのよ。3行ぐらいで同じ分量で。これだったら、じゃあもし俺のことが好きだったら、俺のことだけ書いてくれる方がまだ、うん、なんか、あの、それこそ大倉さんの考えに寄り添ってるか分かんないけど、うん、あの、はっきりしてない？いや、でも、薄いからいいよ。面白くて。もっと薄くていいけど。だでどう最大限気使ってんの、その産業は。でも、ドラマをやってるのが事実なんじゃない？ドラマやってるから。ドラマなので真剣に聞いて、いろいろと勉強させていただいてましたっていうのも多分事実なんだと思いますよ。うん。でも、そこまであんまりないんやと思う。だって俺、ドラムのことそんな話してないもん。でもさ、うん、ドラムというものは具体的だの。うん。性格が似てるなと思うっていうことの方がさ、うん、何を根拠に何もないじゃん。深いやん。
いやいや、深いように。つながりが深いね。めちゃめちゃ親近感湧いてんねん。湧いてるかな？俺に関しては、ポジションだけやから。いやいやいや、でも具体的なあれで、あの、ポジション出てるじゃん、ドラムって。いやだって、うん、俺も歌のこととかで、歌は一個もいや、心と心で通じ合ってるやん。通じ合ってた。俺はもう見たまんまやん。え？見たまんまやん。ドラムのプレイがどうとか、そんなん生ったくないもん。俺のこと見てないもん、テレビで。そんなことないって。絶対見てない。いやいやいや、見てる見てる。だって勉強させてもらってるって。今も高輪なんていうのはドラム叩いてんじゃない？だから。ドラム叩いてるけど、俺のプレイは見てない。勉強になることなんて、だってないんだもん。いやいやいや、俺ね、高輪、本当は大倉さんにそういうところをいじってもらいたかったのかもしれないよ。これ、わざと後に書いたことによって。いや、それにしては、あの、そこまで薄くないわ。そう、だからその絶妙さが、ああ、もう考えちゃった。あ、どうもよ、しつこいって言われるわ。ということで、はい、感じないと友よ、はい、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。この時間は久光製薬がお送りしています。ワンツースリーフォー、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さあ、大倉さんがメールをちょっと読んでいただけるということで、東京都足立区、うん、ラジオネームドーナツライコン、うん、ドーナツダイコン、ライコン、ライコン、どういう意味、うん、ちょっとわからないけどもハロー DJ タデーシー、僕は今机に向かって英検の勉強をしている高校2年生です、うん、せっかくの週末だというのに今日はずっと机に向かっています。いい、ね、あ、大変ですね。今は窓の外の雪景色に目をやりつつ、忠義の小粋なトークに耳を傾け、ホットココアで休憩しています。ここ足立区は吹雪いてきましたが、有楽町は大丈夫ですかということで、うん、はあ、そうか、有楽町は降ってないですね。降ってないですね。足立区だけが吹雪いているのか。吹雪いているはさすがに嘘でしょ。でもそんな寒い時に英検の勉強するなんて素晴らしいよね。まあ勉強はね、それは本当なんて信じるしかないですけど、それ英検を取ろうとしてるんだね。そうですね。でも今の苦しさっていうのが未来きっと花咲く時が来るから、うん、ああ。じゃあここで一曲聴いてもらいましょうか。はい、クリスマスソング、全然今3月ですけど。さあ、聴いていただいているのはバックナンバーのクリスマスソングでございます。足立区の皆さん、足元には十分気をつけて生活なさってください。大丈夫でしょう。絶対嘘つきません。嘘なんかついてないですよ。あ、お求められた、はいはいはい、あ、今の DJ 忠義さんがちょっとお話しされてましたね。そうですね、ちょっと中継が入ったんですかね。中継入ってね、はい、もう足立区が吹雪っていう情報、ね、ご情報が今流れてしまう。あるんですね。こんなことはありますかね。あるんですね。一粒二粒降ったかもしれないっていう可能性を残したから、僕がさっき。今日寒いからね。だって寒いし、確かに雨は降ってるんでしょ。今 5.9 度ですね。ああ、間もなく雪です。いやいや、 5.9 度で雪はあんま降んないでしょ。いや、間もなく雪ですね。間もなく、めっちゃ氷点下ぐらいまで下がるんですか、これから。あと6度ぐらい下がると。あと6度ぐらい下がったら、これも雪です。これはもう氷河期とかが来るぐらい怖いでしょ。急に6度下がるって。12時15分でしょ、これが2時ぐらいになるともう氷点下ですね。まあ足立区ちょっと早かったのかもね、氷点下に行くのが。大丈夫かな、こっから聞いてる人。冷たくて寒くなるから。多分、まあ、絶対はないけど、いつも足立区って。足立区っていつもそうなの？いつもさ、まあ。こっからラジオ聞いてる皆さん、絶対ではないけど、ほぼ嘘です。いやいや、今の情報は5畳。すぐ下がるから。すぐ下がるの？すぐ下がる。2時頃には、じゃあ氷点下を下回って、うん、そう。吹雪がなるんですか？なんでもう、足立区の人はもう、喋るの大変さもやっぱ足立区出身やってる。なんで勝ち噛んで？口まで。凍っちゃって。そう。どんな。大体そう、足立区出身っていう。そんなオーロラ見える国じゃないんだから。家が足立区の方って言ってる人は大体こう、青白くなってる。いやいやいや、そんな初めて聞きましたけど。寒くて。有楽町とそんなに離れてましたっけ、足立区。離れてる。足立区どこかご存知ですか？いや、まあ、分かりますけど。どの辺ですか？DJ 忠義さん、どの辺だと思ってたんですか？もう、
最北端でしょ。ちょっと東京の。東京の最北端。あ、関東に変わりはないですね。関東やったらそれいろんなね、国があるから、国というかね。北区よりももっと足立区の方が北にあるってことですか。北区っていうことを俺今初めて聞いたね。あ、そうですか。うん、北区っていう場所が。23区言えないから。あ、でも俺もそれはでも言えないかも。大阪出身なんだもん。俺も秋田出身だもん。地理感ないもん。ないないない。で、足立区振ってるって言われたらそうなのってなるよ。いや、あ、そっか、うん。じゃあ俺もそれ信じた方がよかったかな。信じた方がいいよ。いやいや、でも雪がね、雪国から来てるから、うん、そんなに、信じにくいのかもしれない。そうね。うん、だって今年暖冬で秋田にさえ雪そんな降ってないから、え？東京の、東京にそんな吹雪とか、どうしたってやっぱ信じられないですもん。異常事態が起こってんだ、これ。地球が起こってます。地球規模ですよ。地球が起こってます。地球が起こってます。雪降らせないぞ、つって。いやいや、もう、おかしいな、これは。いや、おかしいよ。ちょっと、それは本当におかしい。気をつけましょう、この数日間。数日間でいいんですか？ええ。どう気をつけます。いや、もう、何が起こるかわからないから、これ。まあ、そうですね。うん。それは本当にそうですよ。ハワイが横に来ちゃうかもしれない、もうこんなことになったら。なんて、ハワイが横。ハワイが横に来ちゃうかもしれない。横ってどういうことですか？もう泳いでいけるところにもう来ちゃうかもしれない。流れ漂流してくるってこと？そう。ハワイ。何が起こるかもわからないから。ああ、楽しいのかな、ハワイと。いや、もうこれ以上ないわ。DJ 忠さん。ねえ。キャラを全然思い出せない。長く喋ったら出てくるかなと思ったけど出ないね、これ。その場で生まれたやつだから。リスナーを信じるっていうスタンスだけはね。そうね。ああ、ちょっと失敗したな。反省始めた。オールナイトニッポンサタデースペシャル。大倉くんと高橋くん。イライラじゃんけん。自称平和主義者を名乗る僕たち二人をあえてイライラさせることで、その正体が基本的に人の幸せを素直に祝福できないひねくれ者であることを暴き出していくこのコーナー。ん？絶対そんなことはない。人の幸せは祝福できると僕は思う。人の幸せは人の幸せだからね。あ、それ祝福してるスタンスですか？それ祝福してないスタンスになってますよ。いや、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。大倉チーム、高橋チームに分かれて、大倉チームには僕、高橋優がイライラしそうなこと、はい、高橋チームには大倉くんがイラッとしそうなことを送ってもらい、それをお互い人ネタずつ紹介、相手の挑発を受けても全くイラッとしなかったら、逆にまんまとイラッとしちゃったら、この音で判定していき、相手をイラッとさせたら1ポイント獲得で、はい、そのネタを送ってくれた人には、ラスト1ヶ月は大盤振る舞い、番組グッズのキリンを2枚セットでプレゼント、うん、で、マイクロコードだったでしょ。あ、ちょ、前1枚だったの。あ、電話2枚だったんだ。あ、大盤振る舞いで2枚あげるんですって。在庫余っとんの。余ってるよね、絶対これは。あげましょう、あげましょう、みんなに。どうも大盤振る舞いですよ、メールを紹介して、した人にもキリンを1枚プレゼントします。はい。先に20ポイントを取ると、相手に罰ゲームを受けさせることができるんですが、罰ゲームは大倉くんが新幹線の3人掛けの席で隣にカップルが座り、東京新大阪間ずっとイチャイチャされる。うわ、マサったろ。え？それラッキーじゃん。それラッキーじゃん。彼がどう思うか、ね。イケイケイケっすね。高橋くんが番組最終回に姿を見せた昔の女子大生バイトの子に思いっきり顔面に唾を吐かれる。うわ。あの子どうしてるの？好きなんじゃないの？どっちが こういうことやめなさいちょっと嫌ですよ。ちょっとって言いながらなんか嬉しそうやったから。いや、に決まってるじゃないですか。元気かね。え、あの子元気かな。元気かね。何やってる。もう日本放送では全く関係ないお仕事されてるんですか。そうよね。なんか就職先決まったとか言ってたもんね。ああ、言ってますね。言ってましたね。もう今手越くん好きなのね、あの子ね。ああ、おっしゃってましたね。そういうのだけ絶対忘れないかな俺。ああ、やっぱそうなんだね。手越くん好きなんだよ。なんで本人の前でそうちゃんと正直なんだろうね。そうで、俺気にしてないふりしてたけど、うん、覚えてるってことは傷ついてたやろな。めっちゃでもやっぱね、ああいう時の大倉さんって、うん、傷ついた時ほどちゃんと隠せる態度を出すから、うんうんうん、より痛々しく見える時ある。おいおい、今そんなこと言うな。ああそうなんやとかってちゃんとね、気さくに振る舞える。てこしかっこいいもんな。ああって言ってズキズキしてる、ズキズキしてるとかだなって思ってたけど、やっぱりそうだったんだなって。いやいや恥ずかしいの。5年目にしてやっぱり明るみになりました。全然気にしてないけど。
ただいまお送りしているファイナルシーズンは前回までのところ大倉チームが14ポイント、はい、高橋チームが15ポイントとなってるんですが、はい、番組最終回までにどちらかが罰ゲームを受けるのか、まずは先行後攻決めましょう。はい、口じゃんけんです。最初はグーじゃんけんチョキ、はい、ここでパー、あいこでパー、あいやいや勝ちに行こうとした。あいこでジョッキー、あ、おし、はい、大倉さん先行高校どっちに、先行で、はい、ラッコフェスティバル、はい、去年のハロウィンで鈴木福くんのコスプレをした芦田愛菜ちゃん。いや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 それを俺がイラッとしたらなんか二人に悪いじゃない。なんでいいじゃないですか。いいよ全然。どうするんだろうね、鈴木福くんのコスプレって。どうすんのやろね。なんだろう、オーバーオールとか着てるイメージ。あ、違う、全然違う。ちょっと眉毛っぽい感じするよね。あーそういっちの方か。でも二人とももう座っちゃってるからな。え、大きくなっちゃってるから。そうだよね、二人とも、何歳なんだ、大学生とかでしょ、もう。そう、もっとぐらい。じゃあ中学生、え、今高校1年生か中学3年生ぐらい、ま、ぐらいか。なんかいい高校に行ったとかってニュース。大学生言い過ぎだね。うん、だ私立のいいところ。あ、そう、私立のいいところっていうなんかニュースをなんかで見たときに、だからもうめっちゃ大きくなったって思ってた。福君はだから丸々モリモリの木多分持てないよ。あー、声変わりがそうしちゃったから。丸々モリモリ。あ、岡田さんはボイトレ行ってるから出るの？違う違う、俺ファルセットやから。あ、そっか、地声でね。地声で、地声で。あー、まあね、成長する子役の人たちってのはそういうのありますよね。いつまでも僕の近くで言うと神木隆之介くんとか。あー、僕らの世代で言うと結構子役のイメージまだありません？そうですね。ね、歪みね。え、歪みってドラマや。ああ、そうなんだ。僕の中で妖怪大戦争とかだ。ああ、それまだちっちゃい時？うんうん、ちっちゃいイメージだった。そっか、子役として、うんうんうん、でももう主役があってやられてたイメージ。なるほどね。今やもうね、普通にもう大人のね、俳優さんになられて、はい、うん、しっかりされてますよ。なんかそういうきっかけの話じゃないんですよ、これ。イライラしていただきたいんで。まあ、ごめんなさい。なんか平穏ななんか会話になってんの。すいません、すいません。心外だな。なんか、最近、普通の話で俺、なんか破産しちゃって。イライラじゃんけんってあんまりイライラしなかった。すいません。ここまででイライラを一回発散してるからね。すいません、ちょっと気をつけます。集中してやります。宮崎市で聞いてくれてるアクアリポン、アクアポリン。はい。アクアポリン。どこでもいい、何でもいいと言ってたのに結局文句言う女。それ俺嫌いね。おお、ありがとうございます。いきなりなんかめっちゃシンプルなやつ来たな。でしょ、うん、これはあのね、今週送られてきたやつなんですけど、うん、いや、これ今ルーキー来たなと思ってここに来て。俺も何でもいいタイプなんですよ。で、俺ほんまに何にも言わない。うん、あの友達から聞かれて、ね、何でもいいよっつって、はい、まあ、基本ほんまそうなんですよ、あの酒あったらいいわっていう。ああ、はいはい。あんまその飲んでる時あんまめちゃ食えないから。うん。なんですけど。うん。でも誰かが優柔不断な時は僕もパッと決めれるタイプなんですよ。うん、ああ、はい。じゃあここであれに行こうみたいな。はい。の時に、ええー、って言われると、うん、もうあかんね。ね、なら、何でもいいって言っちゃダメさ。それだけは違うかなみたいな。なんか。そうなった時の大倉さん怖そうだね。え？怖くなる、ちょっと。ちょっと笑顔消えたりするんですか？いや、あの、2、3パターンは用意しとくけど。どんな？その、例えば。何でもいいって言ってたのに。中華やったらここ、はいはい、イタリアンやったらここ。ああ、はいはいはい。何個かカレー屋さんやったらここ、みたいな。って言って。で、あの、どれかって言ったら絶対選べるやん。まあ、そうだね。それでも、って言うかって言ってくるってことでしょ、こういう女の人は。うん、それだったら、うん、もう、あれじゃないかな。別々でいいんじゃない？一気に絶縁？いや、もう飯会かもう解消しちゃうってこと？かいやいや、しもうそれか、まあもう食べに行かんでも出前でいいんじゃないみたいな。おお、うん、まあ感情、そこに感情を出さないところに感情を見せるってことだね。で、心が無になるね、そんな時は僕。いや、寂しいと思うよ。もう震撼すると思うよ、そこにいる子は、うん、その子は。一気にあの正気がなくなるからね、僕から。3つも用意してくれてるしね。うん、うん、
それで失ってから気づくんですよ、女の子は。いつも用意してくれてたのに、私ごめんって言って、喧嘩。めんどくせえ。結構、朝方4時頃。ごめんって。最初何起こってるかも分かんないから、こういう人。全然分かれへん。そうそうそう。何なんで何のこと何のこと何のこととかって。でも、こういう人アホだから、出前で言って出前になるのよ、多分。大倉さんそう言ったら、無感で言ったこととかも気づかずに、うん、怒ったじゃ出前とかって言ってるけど、大倉さんそうなると、余計にあれでしょ、うん、多分。わーってなんないちょっと。なるけど、うんうん、もう忘れちゃうかな。あーほんと、うん、引きずらない引きずらない。あーそう。で、出前。次の時に、うんうん、いやもう、前みたいなことになりたくないか決めたらっていう。うーこ。怖くないよ。でも俺もそうしよう、今度から。そうしよう。勉強になる。いやもう一言、こんなアホなこと言っちゃってるから。そんなこと出会いません。大丈夫です。さあ、大倉ジムですね。はい、あ、大倉ジム。大倉ジムですよね。はいはい、北海道旭川、タコツボ。タコツボ。自動販売機にお金を入れた瞬間、うん、背後から飲みたいものと全然違うボタンを押して逃げ去っていくあいみょん。ああ、ちょっと、ごめん、みょんちゃん。これだけ、ね、それだけはちょっとダメだった。いや、それは嫌だろ、うん。それは、なんかもう、それは、あいみょんだっていうこととは無関係にちょっともういたずらが過ぎてるよ。そうやろ、うん。気分じゃない飲み物ガチャンって降りてきた瞬間の気持ちなんて分からないでしょ、うん、そう、多分気分じゃない飲み物も分かって押してるはずだし、うん、そうなんです、うん、あいみょんちゃんとかも頭いいから。はいはいはい。そうそうそう。なんでそこまで俺のこといたずらするのってなって。めっちゃ喉乾いてんのにコーンポタージュとかね。曲かけってかって思うよね。一応年齢的には年上の俺に先輩的に、ね、いいよね、曲かけるからね、その、うん、出来事がね、それで逃げていく私の背中でかけてかって思ってイライラして、向こうがすごい才能があるだけに、それを後ろからやられる、その俺のこのシンガーソングライターとしての立ち位置なんていうんですか。その場合タイトルは何になりますか。なんだろう、ミョンポタージュ。ミョン。やめましょう。作んのやめましょう。やった方がいいよ。マジで。本当に、誰のことも否定してないから。マジで。本当勘弁してよ。すいません。本当に申し訳ないです。はい、高橋チームですね。はい。はい。ラッコフェスティバル行きます。あ、来た。サングラスをかけながら、うん、タピオカミルクティーって全体的に黒いんだなと言ってる浜田翔子さん。いやだからさ、だからさ、ご本人トークされてるのは知らないんでしょ。知らない。やめた方がいいよ、そういうの。ライブの映像は最近何本か見ました、一応。見ました。マジか。じゃあちょっと真似、じゃあ似てんのかもしれない。いや、あんま近づけてはいないと思うんですけど、僕なりに心を込めて読みました。いや、もうすっごいなんやろ、もぞもぞっとする。わかんないからでしょ。答えがわかんないから。わからんけど、なんかわかんような気がする。ちょっと、ここで曲かける。ここ止めちゃダメ。悔しい曲です。聴いていただきましょう。浜田翔子さん、ちょっと曲紹介してください。高橋優。アスファルトのワニ。誰ちょっと違う人なんですよ。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。リスナー10人見つけられなかったら自腹でコシヒカリプレゼント。深夜の高橋ゆうゆう散歩 in 新潟。バンダイ橋に着いたんでしょうか。もう見えてんねんけど寒そうやな。ゆうくん。いや寒いよ、もう風邪ひくわ。もう来たらよかったのに、ゆうくん風邪ひかんとって。いや風邪ひいちゃうよこのまま。しかもちょっとあのね、うん、もうあのなんかホテルとかバレた、これ。嘘やろ。バレたわ。いや俺人に囲まれてるから今。マジですげえ。そんなにリスナーの方いらっしゃるんですか。ほらちょっとやばいことになってきてるから。これ今なんかもう俺に寒くないのって聞いた人いるけどさ、うん、寒くねえわけねえだろ。これね、日本放送の皆さんもね、こういうことを想像していなかったらしいのさ。はい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 。これね、結構なことになってるよ。 10人見つけるどころの範囲じゃない。これもう今100人ぐらい ついてきてるんだから。マジで。じゃあ歌うよみんな。明日はきっといい日になる、いい日になる。
るいい日になるでしょう。ありがとう。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。確かに。これ流したんだね。名場面やな、確かに。確かに、確かに。これはなんかもう、スタッフ間では語られないことになってるかと思うんですよ。黒歴史とかの方に行ってるかと思う。ゆうくんだけ罰ゲームの質が辛すぎるっていうね。俺だって一番最初の罰ゲームなんか金払った気するもん。あ、金払った。払ったよね。帰ってきてたけど。まあまあ、そうそう、返していただいたんだけど、まあまあな金をね、8万円貸したよね。謎に、年末ぐらいまでずっと預かられてたもん。そうそうそう。それでコシヒカリ買うって言って、新潟のライブのコンサート終わった後に、部屋着のまんまで寒い新潟の外歩いて、ホテルバレて。ホテルバレて。そう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 。当時のディレクターのね。そうや。富山さんって人。そうや、そうや。そう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 。すごい苦い顔してられてるじゃないですか。だって富山さんにとって本当黒歴史なんじゃないの？で、この話して笑わないんだよ、富山さん。まだ今でも。こんな面白いのにって思うのは、だから今の、でも、いや、だから石川さんすごいよね。当時からいるし、今でもこうやって爆笑してくれるんだもん。確かにね。あの時誰も笑ってなかったよ。え、だって、スタジオにいましたもんね。あったかかったもん。大倉さんと石川さん、そうそうそう。そうそう。俺をコントロールする側だったから。だからもう想像するしかないから、うんうん、しかもラジオでやってるのに、中継してやってるやんか。うん、だから、リスナーの気持ちでもあったよね。ああ、そう。こっちはこういう状況ですっていう、ね。そう、なんかタクシーの運転手さんに話しかけたりしてたよね。やったーねー。ね、やったよね。場所移して。そうそうそう。そう、あのまま、今聞いてもらった状態だと、うん、フォレストガンプのジョギングシーンみたいになってたんですよ。すごい人数が。一人が走ると全員走るみたいな。ああ、そうそうそう。ロッキーとかね。ロッキーとか。そう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 。そんな感動的なもの何もないのに。なるほどね。みんなついてきちゃうから、っていうことで。ヒーローになって、ね。ヒーローになった、うん。何もしてないのにヒーローみたいになったから、車で一応保護してもらったの、ほんとに。はいはいはい。それでちょっと移動して。移動して、うん、なんか駅の方とかに行って。あったね。そうそう。で、誰もいな、そうな、なんか人が、通りがちょっと少ないけど、タクシーの運転手さんとかが、うん、はいはいはい、はい、ところに行って、大倉くんと高橋くんって知ってますかって聞いたよね、確かに。やったね。うん。そうや、そうや。いろいろやりましたね。やったね。だんだんと、やっぱりそのロケ、うん、ロケものをやってから、うん、全部室内になりましたね、あれ。そうだよ、そうだよ。もう。いや、僕はなんか、だんだんと、これなんか人もんちゃ変わったんかなと思って。俺もそれ思ってた。ね。うん。僕ら二人には、中でさ、そうそう、体感としては別にね、うん、笑い話にとどめられるけれども。いや、アミューズの社長さん怒ってきたんちゃうかな。それはないじゃん。アミューズの社長別に何も思ってないじゃん。いやいや。うんうちのアーティスト何させてんだっつって。ああ、いや、多分そう言ってる人は多分全然いない。すごい、だってみんな苦い顔すんねん、これ。だって多分苦い顔してる理由は、うん、俺がこの本番やってるその新潟で時も、うん、スタッフとバンドメンバー打ち上げしてたから。打ち上げしながら聞いてくれてたは聞いてくれてたっぽいよ。そうよね。そうそうそう。なんか言ってたよね。で、スタッフ同士で大丈夫っていう電話はあったみたい。ああ、そうそうそう。そう、なんか大変なことになってるみたいな感じで、で、その新潟のイベンターの社長来てくれたもん。ああ、そうだね。そう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 。やばいやばいっつって。そうそうそう。対策は練ってくれたみたいだけど、別に誰も。人はいないけどね。室内になってもでもなんか結構俺厳しかったイメージあるな。割と最近だって俺だってすげえ1時間走ったりしたよ。すっげえ。すっげえ、ね、安いルームランナーだって。ユウさん走るの好きだから。好きだけど、うん、それこそ何あれ。めちゃめちゃ汗かいたよ。コンポタージュみたいなやつ飲まされたよ途中。じゃあコンポタージュじゃねえ、なんだっけね。なんだっけ。ユウくん走るの。クラムチャウダーだ。クラムチャウダー。ユウくん走るの好きとか言っちゃうからダメなんですよ。もう好き見せてダメですよ、ここのスタッフに。走るの好きっていうのが好きになっちゃうの？そう。もう罰ゲームに繋がるようなことは普段から喋ってダメよ。そう、それは、じゃあこれからはね。うん。それ気をつけて。気をつけてください、本当に。この業界の人には。俺がその時ちょっとだけびっくりしたのは、うん、それだけに関しては、うん、マネージャーも OK してたってことなのさ。俺がの、しかも何罰ゲームだから何をしますかってスタッフとマネージャーで話し合ったと思うんだよ。で、いや、ゆうさん走るの本当に好きなんで、うん、大丈夫ですよって言った人がいるはずなの。絶対おる。俺の現場マネージャー。絶対おる。そう。そこに対しての俺、疑念というのはつけないよね。うん、なんでそれ言った？ちょっと走るとか制限かけない、うん、マジであの時俺、汗ダクダクでさ、あの後初めて日本放送のシャワールーム借りたんだから。そうよね。そうそうそう。結構な感じで、アーティストさんやのに、うん、NG ないよね。
ないよね。もうちょっと守ってくれないとね。もうちょっと守ってもらわないとね。本当と思った時は自分の身は自分で守らないといけないってことです。そうそうそう、はい。新潟経て何年か経って走らされてるからね。学んではいないね。うん、寒いって言ったらまだ新潟で走ってる方が良かったね。そうね。天道じゃないけど、ね、また新潟でやったかっていうのはあるけどね。室内になって走らされて余計辛いんだよ。また外走る方が楽だよ。タオル臭かった。生乾きみたいな、あれ買ってきたばっかり本当に。それでこのあれ絶対ユーズドだろう。ユーズド誰か使ってた。誰か使ったやつでしょあれ。また番組の予算内でこう買ったルームランナーやからさ。そう。怖かったでしょ。なんかね狭いしね、うん、小走りしかできないぐらいなのよ。いいよね。いつも通りのパフォーマンス出せないの全然。だって 俺絶対嫌やなと思ったもん。うん、あれで走るので。そう。俺もこけそうで。俺も何回もこけそうになった。大丈夫？で、こけそう、いや、今更心配した大倉さん、僕のこと。一年ぐらい経ったかね、あれもね。うん。そうやね。そうだ。懐かしいですね。懐かしいね。そう、ここで。うん、はい、はい、はい。あ、今月いっぱいでの番組終了にあたって、うん、たくさんメールをいただいてるんですけども、毎年6月にお送りしてたリスナーと電話をつないで、ラジオで公開プロポーズしてもらう、うん、プロポーズ大作戦。に参加してくれたリスナーからメールが届いています。神奈川県横浜市で聞いてくれてるひろみ、2016年に行われたウェディング大作戦あ、ごめんなさい。ドラマの方でした、それ。うん、聞いた方がいいかなと。大丈夫です。大丈夫です。BGM をやってくれてたんで。そうそうそう。いや、大倉さんの歌声は貴重だと。いやいや、聞けるなら聞きたいって。セルフでやってきたじゃないですか、僕たち。ごめんなさい。一回も機械なんか使ってないじゃないですか。そうだ、どうぞ。じゃあ BGM お願いしますね。2016年に行われたウェディング大作戦、第1回目の出演者、ひろみさん。同じ、コンビニで働くりょうさんにプロポーズをしてほしいという、逆プロポーズを希望、うん、生放送中にプロポーズしてほしいと迫り、うん、見事プロポーズを引き出しました。ありましたね、確かに、ね、ありましたね。で、2017年には軽井沢で結婚式を挙げましたという報告をジングルでしてくれたひろみさんですが、あれから4年、秘書地、うん、お二人とも元気でやってるんでしょうかということで、ひろみさんからのメッセージですね。お、はい。2016年のプロポーズ大作戦に電話出演したひろみです。あの企画の後、軽井沢で結婚式を挙げた報告をジングルという形でさせていただいてから約2年が経ちました。軽井沢ご報告なの秘書地ですね。ご報告なのですが、先月の2月1日に女の子を出産しました。おめでとう。おめでとうございます。この番組に出演して結婚をしていなければ愛おしい我が子には会えませんでした。長々と交際を続けていた私たちですが、家族としての始まりはこのラジオ出演からです。お二人のライブに主人と何度か行っている私たちですが、直接お会いしたことがないけれども素敵なご縁をいただけたと改めて思います。貴重な機会をいただきまして本当に感謝しております。ありがとうございました。3人で力を合わせて頑張っていきます。ちなみにプロポーズの際、ゆくゆくは独立をしてコンビニを経営というお話をさせていただきましたが、うん、今現在もフランチャイズ契約に向けて奮闘中です。おー、いいね。なかなか難しいですね、独立するというのは、というメッセージ。あげみざわなんて、うん、軽井沢であげられたんだなと思って。ああ、そういうのあげみざわって言うんですか。いやいや、あげみざわってなんかギャルが言うよね。あ、そうなんだ。JK 用語。JK 用語か。どういう意味？あげみざわって。あげあげってことでしょ？あげぽよみたいなこと。そう。ああ。ゆきぽよがよくテレビで言ってるよ。あげみざわって？うん。ああ。使うかな？使いますか？使った方がいいよ。わかりました。りゅうくんはやっぱり、ちょっと自分に若さがなくなってきてるって思い始めてるから。確かにそれは否めない。そう。あげみざわって使う。ちょっと若い子は分からないとか言い出してるから。そう、それよくないって俺も毎回思うの。だからそれを、うん、若い子の、うん、最近の若い子って分からないっていう中に、うん、間にあげみざわを挟んでください。うん、分かりました。うん。って言うと、うん、好きやん。うん、好きやん。若い子ってなるか。ってなる。心配してつかめるかな、若い子だから。よし、じゃあ、あげみざわでいきます。いや、よかったね。え？ご家族が。
ねえ、こういう報告を聞けると。めっちゃハッピー。なんか、やっててよかったなっていうふうにも思えるし。めちゃめちゃ安眠できそう。ほんとそう。ほんとに、ね。僕らという人間がね、存在してさ、いつどういうふうになるかわからない。もちろん僕らも幸せを目指していきたいけども、うん、僕らをきっかけに関係ができて新しい子供が生まれたっていうことが、そうやで少なくともなんか、まあ、ね、残せたっていうほど僕らは別に偉く言うつもりはないけれども。でも命、新しい命が誕生してる。誕生したっていう、ほんのきっかけのちょっとにでも慣れたならね、うん、嬉しいことじゃないですか。いや本当ですよ。僕らは、まあ、ありがとうございます。もうねお話ししてるだけだから。ちょっとね本当僕らはそうですよ。頑張ったのはねお二人だから、うん。お二人だからね。お二人が子作りに励んだわけだから。そこもそうだし、そのこの番組の中でプロポーズプロポーズの話にしようよ。プロポーズ大作戦なのよ。そうだよ。よかったね。その励んだ部分はね。うん、そっちの話はまあ。励んだんだよ。プロポーズを励んだの。どうやって子供って生まれるの？励みだわ。さあ、なんか音源があるんですって。2015年5月16日の放送より。僕の誕生日じゃん。大倉さんの誕生日スペシャルより、大倉忠義と高橋優で、もう一つの土曜日。恥ずかしい。昨夜眠れずに泣いていたんだろう。彼からの電話待ち続けて、テーブルの向こうで君は笑うけど、瞳縁取る悲しみの影。息が詰まるほど人波に押されて、夕暮れ電車でアパートへ帰る。ただ週末のわずかな彼との時をつなぎ合わせて、君は生きてる。もう彼のことは忘れてしまえよ。まだ君は若く、その頬の涙乾かせる誰かがこの街のどこかで君のことを待ち続けてる。振り向いて探して君を思うとき、喜びと悲しみ、二つの思いに揺れ動いてる。君を裁こうとするその心が、時に俺を傷つけてしまう。今夜街に出よう、友達に借りたオンボロ車で海まで走ろう。この週末の夜は俺にくれないか、たとえ最初で最後の夜でも。まっすぐに見つめて見つめて、子供の頃君が夢見てたもの、叶えることなど
できないかもしれない、ただいつもそばにいて手を貸してあげよう、受け取ってほしいこの指輪を、受け取ってほしいこの心を。サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ今週も生放送でお送りしてきた大倉くんと高橋くん、はい、エンディングでございます。はいはい、いやー恥ずかしかったね、なんかドキドキしたなえ、だいぶ、え、何、4年前、4年前ですよ。あ、5年前だ、5年前です。なんかスタジオとか入んなかった、スタジオ行きましたね。ね、渋谷の渋谷のスタジオ入ったね。うん、ノア。いや、俺今飲んだのに一応。すごい、だって、うん、狭い部屋でね。そう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 、本当に2人だし、はい、ギター1本だし、うん、まあそれぐらいでいいかって感じで。そうよね。なんかまあ、まだあの顔を見たことないバンドマンの子たちがいっぱいいましたよね、うんうん、いたいたいた、顔見たことない、まあまあまあ、スタジオでそういうとことだから、そうそうそうまあこう、その中に混じりながら、ね、混じりながらね、僕らも、うん、なんか新鮮でしたよ。新鮮だったね、うん、なんかドキドキしながら歌ってたのは。そう、いつもメンバーとしか、まあまあ、あの関ジャムはその後ね、ありましたけど、メンバーとしか演奏してなかったので、うん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 、よかったですよ。うん、いや僕もいつも一人でしかやらないから。そうよね、そう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 、確かにギター弾いて、あの大倉さんの歌声にこう寄せて指弾きするっていうのが、おおおお、そう、すごい、なんて言うんだろう、シンクロさせるのが楽しかったって。ああ、そうそうそう。でも浜翔さんですよイラジャンで、イラジャンで出演されているいやいや、まあまあまあ、それはそれそれはそれはそれこれはこれ、ええ、俺この歌もう大好きなんですよ。僕も大好きになりましたよ。だから、ええ、あのサングラスをね、ええ、あのどっちか迷ってるとかそういうあのイラジャンを見るとねエムフローの人か、エムフローの人のサングラス、先週のイラジャン、どっちか分からなくなって迷ってるとか、そんなん言われたらなんかね複雑な気持ちになる。僕の分かります？いや、まあね、心境似てるかどうかも分からないですね、それはね。そうなのよ、僕歌ってるあの姿しか見たことがなかった。そうね、うん、僕は一応 DVD3 本ほど拝見させてもらって。遅いけどね何週にも今なパピオカミルクティーって全体的に黒いんだと言ってる。いや全体的に黒くはないけどな半分やろあれ黒いのサングラスをかけてるからそう見えるんじゃないやめてやめて今日なんか今日天気悪いなって言ってる人やろサングラスかけながら。そうそうそう、なんか今日暗くないとか言って俺やったことあるわあれマネージャーに言われたことあるサングラスじゃないですかってあ、そっかっつってね。そう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 。いい天気あったわっつって。やめてそういうことすんの。あっかげみざ。いや、やめてくれやめてくれ。絶対言わへんから。いいね。また土曜日っていうのも良かったんですよね。そうね。うん、サタデースペシャルだからね。うん。サタデースペシャルって俺、本当に言いづらい横文字でさ。ああ。多分一回もちゃんと言ったことないんじゃないかな、俺。ちなみにちょっとおっしゃっていただいていいですか。何だっけ、オールナイトニッポンサタデースペシャル、あ、言うと言ってた今オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと、ほら絶妙に回らないんですよ。確かに、うん、それで言うと僕もね、うん、いじられたけど
高橋くんって言えてないって結構言われ続けてるんですよ。え、なんすか、なんて言ってるんですか。高橋くんですよ。高橋になってる。そうや、そう、高橋ガニくんとかあったもんな。言った言った、それを甥っ子が真似してね本当に俺をずっと高橋ガニって、高橋ガニくんそう、いいことだと思って俺もふざけてやったけど、やっぱ後々ね、なんか尾を引いた後にテンション下がってる時に言われるの嫌なのよそう、ちゃんとこのあと3回、うん、3回ね、滑舌よく2人で行きました。いや、もう変わらず大倉君と高橋君で、いや、高橋君で、高橋君ってこれから言おう、高橋君で行こう、はい、ということでね、サタデースペシャルね、サタデースペシャル、あれ、来週も続きますんで、ね、来週もあげみざわで行きましょう、はいはい、じゃあみんなあげみざわそうやって使うんだ分からんまたねまたね